その研究施設には黒鋼の情報が残されている可能性が高い。黒鋼、コードネーム黒鋼、東京侵入時に接触したサイボーグ体、また13日前に悪磁気封印施設を襲撃した未確認物体と同一であると思われる。じゃあ東京に式神が現れたのは中富と事務士たちのせいなの？奴らの目的は？悪磁気の利用目的は不明。黒鋼の開発に関係あると思われるがな。研究施設を調査し、黒鋼のデータを回収せよ。了解。
私が相手なんて随分ないね。
私の相手にはついてないの。Thank you.
これはここで実験していたのね。私のデータ、なぜ、何、警告、当研究施設において高一種機密情報漏洩が確認されました。機密保持規約に従い当施設ごと爆破する機械、職員が規定に従い、すぐに脱出しろ、速やかに施設、今お前を失うわけにはいかない。警告、珍しいわね、当研究施設において私の心配をする。高一種機密情報漏洩が確認されました。当然だ、機密保持利用価値があるものを捨てたりはしない。当施設は爆破、分かってたわ。職員は規定に従い、速やかに施設から退去してください。
ならば。No.
話ができるようになったの。でも人形ごときに気安く呼ばれたくないわ。悪敵はもらっていくわよ。貴様、仲間を殺すのか。その機械人形は中富がわしにつけた首輪、元より必要ない。また裏切るのか。あの時は私を、今度は中富を。利用価値がなくなれば捨てる、当たり前のことだ。だから私も捨てたのか。だからお前は弱いのだ。風が変われば雲も変わる。わしはお前にそんなものを守れと教えたつもりはないぞ。忍びが守るべきものを見失うな、我が弟子よ。ジムシリー、私の生体反応はまだつかめない。火花、そのまま黄金城に向かえ。残りの悪敷はあいつが持ってるのよ。命令に従え。今は地主よりも悪敷。火花、地主、品川不通に。いつも
いつもあの男は。火花、今の通信は何だ。火花、命令に従ってこれより悪敷の回収に向かう。火花、you
待ちくたびれたぞ。悪敷は持ってきたんでしょうね。かつての師匠に挨拶もなしか。あの時から貴様を師匠だと思ったことはないわ。私がどんな仕打ちを受けたか分かってるの？恨んでるのか、わしが黙って里を抜けたことを。その真意が分からぬとはな。分かりたくもないわ。自分しか信じるの。私の師匠だった男が言っていた言葉よ。そうか、以前にわしも言った覚えがあるな。事務士、来い、火花。Come on.
見事、火花、お前になら悪事記を託せる。何のことだ。わしの後を継げ。悪事記を取り戻し、忍びの意志を受け継ぐのだ。な、何を。結局、わしの仲間はただ一人、お前だけだ。政府、中富、そこに正義はあるのか。力こそが正義か、国だから正義か。わしの教えたことを思い出せ。忍びの務めとは何だったのかを。わしが里を抜けたのではない。里が忍びを抜けたのだ。信念を失った忍びなどもはや忍びとは言えぬ。機嫌だかもしれぬ。だがお前も気づいているのだろう。任務に正義などないということを。うるさい。もう二度と私の前に現れるな。持っていけ、火花。ただし政府にだけは。黒を鋼か。火花。事務士。なぜだ。火花、誰にも悪事記を渡すな。悪事記はお前が持っていろ。頼む。約束はできない。それでもいい。強くなったな、火花。師匠。師匠。